5人バシッと揃うと誰が社長かちょっとわからないです、うん、どうなったんですか、はい、あ、はい、浅川さんでよろしいですか、はい、はい、よろしいです。こちらで4人でサードバース、そうですね、はい、ちょっとじゃあ自己紹介とかってあるんですかね、一人一人していただいていいですか、はい、はい、ベースでリーダーの智也です。智也さん、うん、ボーカルのエルです。エルさん、はい、ギターのユウチです。ユウチさん、うん、ギターのフォリーです。あ、ギターのフォリーさんはしゃべらないと喉仏を悪魔に奪われてしまい、はい、今日喋れないんです。喉仏を悪魔に奪われた、とんでもない。それ別に風邪じゃなくてそんな感じですね。あ、そんな感じなんです、はい、ちょっと当たっちゃいましたけどこれ社長バッチリ決まってるように見えるんですけど、皆さん、ね、世界観とか成立してるじゃん、はい、これ行き詰まってるんですか。見た目だったりとか、はい、CD を出したりとかライブとかは、まあやってるんですけども、はい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 、それ以外にですね、はい、やっぱりファンイベントみたいな、ファンとのこう交流する場があるんですけども、はい、そういう時のちょっとトークがあまりにもひどすぎてですね、はい、ファンイベントっていうのはどういうことやるんですか。まあ、でもお客様からこう質問みたいなのがあるんですよ。それをなんか司会者、質問が来るんですか。はい、まあ、ちょっと今回はちょっと新しいちょっとコンセプトみたいなので、うん、ちょっといろいろ戦略というか、うん、考えては来ているんですけども。いいじゃないですか、はい、じゃあちょっと僕ら質問していきましょうか、それでどういう感じなのかをやっぱり見てみないと、うん、じゃあオードリーさんの2人から質疑応答を、うん、はい、お願いします。じゃあまあちょっと月並みですけど、まあ、皆さん一人一人聞きたいんですけども、うん、好きな食べ物は何ですか。バラのエキス。バラのエキスが、うん、珍しい。まあまあとりあえず4人聞いてみます。はい、アダムの母乳です。アダム、アダムの母乳あ、アダム、飲んだことないけどな、うん、ゆうちさん、禁断の果実。広い、広いです、広いな。リンゴかな、リンゴかな。で答えられない、一応ホリーさん、うん、砂糖です。いやもうちょっと、いやオチにしてるじゃないですか。いや、うんうん、うんうんじゃないんですよ。これ社長あれですか、はい、この四段落ちというか、はい、最後の人がボケるっていうバラエティ方式ですか。そうですね。そうなんですか。はい、そうですね、はい、でもそのオチ言うやつが喋れないで致命的だもん。そうですね、致命的ですね。テンポ悪いし。そうですね、テンポ悪いですね。これはちなみにどういう元コンセプトのバンドなんですか。例えばね、はい、悪魔の申し子とかなんかあるじゃないですか、うん、なるほど、そこはね、魔界から来たとか、はい、どういう設定のバンドなんですか、うん、あ、それを人間なんですか。聞いてなかったね。そうです、人間です。え、はい、あっさり人間ですか。はい、人間です。人間でも、人間でもいろいろいるじゃないですか。どういうなんかね、はい、その神から罰を受けてる人間だとか、なんか どういう人間なんですか。ね、そうですね、もうよくある、うん、はい、ビジュアル系バンドです。みんなが想像する。よくあるって社長が言っちゃダメですよ。そうですね、いや社長が言っちゃダメよそれは。いや社長、このサードバースデーっていうのはどういう意味で。サードバースデー、いやいやいや、バンド名だ。自分でバンド名忘れたらダメでしょ。今なんで聞き返したんですか。サードバースデーって何ですかみたいな。どなたかだってか考えたわけでしょ。そうですね、いや、かっこいいね。それちょっと説明していただけます。じゃあ、あのボーカルのエルから。あ、じゃあエルさん、ちょっとサードバース、はい、名付け親なんで。ちょっと忘れちゃいました。嘘だろ。いや、手カンペ見て、手でカンニング見て忘れたって。なんか書いてあったよね、手に。なんか見たら手を、ちょっと手書いてあるでしょ。え、示し、え、あ、アダムの母乳って書いてある。いや、エルさん忘れないでしょ。アダムの母乳他にもなんかいろいろ書いてあったけど、一番上にアダムの母乳って書いてあった。いや、それやめてください。どんな質問来てもアダムの母乳って言うみたいな。
本当に忘れちゃったんですか。ちょっと、まあ、まさか、バンド名の質問が来るとはちょっと思った。大体来るだろ。いや、来るでしょ。大体来るだろ。いや、想定内だよ。まさか来るとは、まあ、いや、大体来るだろ。よく聞かれるでしょ、皆さんも。じゃあちょっともう一個ぐらい聞いてもいいですか。うん、そうだな、一番欲しいものと聞いてもいいですか。はい、一番手に入れたいもの、今智也さん。僕は時間ですね。ちょっと掘っていいですか。忙しいですか。忙しいですね。いろいろ結構忙しいですね。あ、忙しいですね、はい、いや、バンド活動ですか。そうですね、曲いっぱい作ってるんで。曲作りとバンド活動 そうですね、時間が欲しい。時間欲しいですね。悩みですよね、そうですね、忙しい。エル、さん、永久の眠りっすね。もうそれって死にたいんです。死にたいって。いや、エルさん、それは良くないよ。ちょっと順番を間違えた。順番って何。いや、さん、順番って何。分かんない。あ、3番目永久の眠りだね。で、で、何すか最後の食肉処理場。ユーチーさん、欲しいもの。そうだ、欲しいものは家っすかね。家ですか。はい。いや、誰が落ち担当なの。もうすごいこう落ちちゃってんのよ、ユーチーさん。それで、あの、喉持ってかれちゃってると思いますけど、一番手に入れたいもの、何ですか。あ、一ノ瀬なんですか。ただのスケベじゃない。社長、どうなってんの社長。